ママの友達に頼んでこんな綺麗なお店を予約してもらったんだ。ビデオも頑張ってミエが編集したんだよ。どうだった？私たちが小学4年生の時から仲良くなって好きなダンスを一緒に踊ってきたのすごく楽しかったね。他にも一緒にいろんなところに行って遊んだのも本当に楽しかったね。東京に行ってもいっぱい友達作ってね。でもルカちゃんとミエのことも忘れないでね。3人はずっと友達だよ。いっぱい連絡するし東京にも遊びに行くからね。これからも3人はずっと一緒だからね。今日は3人にとって新しい記念日にしようね。いつもありがとう。これからいろんなことがあると思うけど、愛と二人なら愛と二人でなら乗り越えていけると思うし、この先おじいちゃんおばあちゃんになってもずっと二人で手をつないで最高な人生だと思ってもらえるように幸せにするから。兄と結婚してください。はい。
幸せすぎて本当に感謝しかないです。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ハッピーサンダー。